大谷エンゼルス残留の可能性ってあるよな。ガチで 33.4% くらいあるんちゃうか。ある。短期契約で復活するまで時間稼ぐ可能性はある。いずれにせよ選手としての後半はドジャースで過ごすことになるだろう。ドジャース日本人見飽きたから他で見たいわ。 SF とかないんか。他球団じゃ投手復活待ってもらえなさそうだし、今年の残留はある。 DH 独占とローテ自由にしたいから残るんでね。土日の午前中にのんびり試合見るの好きだったから、西海岸のチームにしてほしい。怪我したからあるかもしれんな。エンゼルスはあれだけの放出トレードやって、大谷自身は来季投げられんから、その時点で戦力ダウン。さすがにもはや移籍戦と藤浪みたいな美味しい目には縁で、打者としても復活できるかすらわからんやつ書こうとするの、むしろエンゼルスくらいだろ。ヤンキース行け。大谷ジャッジの並びみたいんじゃ。大谷のホームランをキャッチするジャッジがもう見られなくなってまう。大谷自身がワールドシリーズに出たいならチーム去る一択なんだが、個人成績にしか興味なさそうなのがな。3.34% ぐらいやね。ドジャース3年契約後エンゼルス買えると予想。大谷、ほな、トラウト、勝負いかないで。DJ の面倒見てくれる球団がどれだけあるかやな。怪我のせいでほぼ確定で残留やろ。2年間のんびり DH やって療養できるのはエンゼルスぐらいしかない。リハビリに付き合ってくれて起用法も融通聞かせてくれる球団エンゼルスしかないやろ。怪我してる今のうちに引き取った方が得やない。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。